交流を通じて行います。双方向の議論を促進し、有機的でいいのだろうかということは大きな問題点だと思います。地方議会は幹事会の運営を補佐するとともに、選択側の世話人との調整役を担う。お詫びといたしまして、発足時の会員は自民党50名程度、民主党50名程度、本日石原伸晃衆議院。今日は選択議連の発会式が行われました。発起人の一人として幹事に就任いたしましたが、当初の予定を20人上回る自民党51名、あるいは民主党47名、公明党、国民新党と多くの議員が集う議員連合が確立できたわけであります。まさにこれからスタートです。マニフェストを深度化して、国民の皆様方に政権選択をマニフェストでしていただける、そういう選挙を一日も早く確立していくことがこの議連の役割ではないでしょうか。やっぱり今日からいよいよゴールですよね。